羽田康子は、日本の八十代内閣総理大臣である、羽田勤の妻、東京都出身、東京都出身、日本理研ゴムの副社長を務めた、津下綱成の長女として生まれる。京泉女学園高等部、桑沢デザイン研究所を卒業。また平凡出版でのアルバイトを経て、当時、小田急バスに勤めていた。 羽田勤つとむといを通じて1965年12月5日に結婚する。1967年に長男の羽田雄一郎を、1969年に次男の羽田二郎を出産。1969年の第32回衆議院議員総選挙に夫のつとむが当選し、第2子の妻となる。また1994年4月28日に夫が、 内閣総理大臣に就任し、同年6月30日までのおよそ2ヶ月間、ファーストレディとして活動した。1996年には、東京新聞出版局より、首相夫人としての生活を綴った、首相皇帝はた叩いて64日を出版。竹内正宏、家系図とお屋敷で読み解く、歴代総理大臣、昭和、平成編、P283AB。 総理大臣の妻たち、首相皇帝、畑叩いて64日、木の国屋書店、2021年4月13日閲覧、ありがとうございます。